基本的に奥さんに話をし、しても無駄ではなくて、きちんと話をして進めるべきですね。はい、今回も、フランチャイズチャンネルの6年前からの過去動画について補足をしていくというシリーズですね。今回は第72回と73回でやってる FC 加盟に奥さんが大反対と、そういう場合にどうやって、奥さんの反対を切り抜けたらいいかというか、そういうことを話している回ですね。で、実際にこれは起業するときに非常に多いケースだと思うんですね。これも、6年経ったわけですけど、ここから6年経ってちょっと時代が変わったなという気がしてます。で、6年前はどういう話をしてたかというと、起業っていうのは奥さんは 100% もう 100% に近く反対するもんだって話してます。立派な会社に勤めてて、俺起業するよなんて言い出したら、もうそれで奥さんがいいんじゃないなんて言うっていうのは、もう奥さんの頭がおかしいか、全く愛されてないか、どっちかだと、もう離婚してもいいぐらいに思ってるか、どっちかだみたいな話をこの回してるんですけど、6年前だとね、かなりほぼほぼそんな感じだったと思うんですけど、今はね若干違ってきましたね。奥さんの方もこの 5,6 年の中で、今後会社にずっと勤めてて大丈夫じゃないっていう風に認識が奥さんをもうかなり持ってきてる方が多くなってきた気がします。だから丸反対ってことはないです。この回の動画では奥さんにはもう説明しても無駄だから態度で示せっていう話をしてるんですね。説明をしてもダメ、どんないい、フランチャイズ、これすごくいい本部だと、ここはすごく儲かりそうだなんて話をすればするほど怪しくなるなんていう話をしてるんですが、今はやっぱそうではなくて、基本的に奥さんに話をし、しても無駄ではなくて、きちんと話をして進めるべきですね。完全な理解っていうのは得られないか、人も多いと思います。女性がこの 5,6 年で変わっちゃったわけじゃないですからね。女性というのは安定を望むものなんです。80万儲かるかもしれないっていうよりも、安定して35万入ってくる方が奥さんは好きなんですよ。旦那はこれは経営のために80万稼いだ方がいいだろう、でもそれリスクがあるんじゃない、35万入ってくるんだったら私がパートで働くよって、こう考えるのが普通の女性なんですけど、でも今の時代はこの35万すら入ってこなくなるかもしらんっていうのも、このリスクも奥さんがもう感じてきてるっていうのが多くなってきてる感じですね。いきなり言うのではなくて、常にやっぱり今後のことを話をしておいて、だいたいこういうのは子どもの教育の話からするのがいいんですね。子どもの教育にはこれだけ金をかかると、そこからこうやってああやってという話、ライフプランを話す中で、まあ起業というのも一つ選択肢として考えているという話をするわけですよ。あとは大企業に勤めていて、これは裏の世代の50歳を超えた人だったら、だいたい奥さん方も今後どうなるかっていうのはバカじゃなければ分かってます。少しずつ自分の周りの同期の話なんかをしながらですね、まあ奥さんの方と話し合う、こういうスタンスを奥さんの方から引き出すというのが一番いいような気がしますね。奥さんと一緒にじゃあどういうことをやっていくかっていうのをこう相談して決めていく、まあそういう時代に僕はなってきたというふうに思いますね。基本的にはね、奥さんはきちんとした関係であれば信じてついていこうっていうところはこちらの方が信じてね、相談をしながら、でも自分がリードしながらね、企業をね進めていくっていうのがいいんじゃなかろうかというふうに思いますね。あとはこの頃フランチャイズチャンネルを奥さんにも見せてますみたいな人も結構いますので、一緒に説明会に来るなんかもいいかと思います。まあそのぐらい時代は変わってきてると思うんで、奥さんに大反対されたらと、妻ブロックされたらみたいな、当時そういう言い方があったんです。加盟契約すると思ったら妻に反対されまして、そういうのがあったんですけど、そういう時代ではやっぱり少しずつなくなってきてると思うんで、今は新しくやり方があるんではないかと。今日は解説にとどめましたけど、まあ奥さんと一緒に考えるにはどういうポイントを考えた方がいいのかなんていう新しい動画も一回撮ってみてもいいかななんて思いますね。はい、